皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日は、OL からの転身、40代女性が開業したいと思ったら、どんな職業があるのでしょうか、というお話をしてみたいと思います。起業のそもそもの一番出だしの入り口の、職業選択のところについてお話をする、私としては非常に珍しい動画になります。通常はですね、もう開業したいからどうしたいということを、考えていくための動画を撮ることが多いんですけど、たまにはこういう考え方もありなんじゃないのかなということで、職業、私もいい機会だったんでいろいろ調べながら今回のねテーマはやってるんですけど、40代からの起業っていうことの観点からどういう職業を選べるかっていうことを今日お話をしてみたいと思います。まずですね、40代女性の起業という観点から職業を考えてみるっていうことをしたときに、私自身の経験でいうと、私が起業したのは2011年の冬1月1日で起業ということで開業届出してるんですけど、42歳の時でした。会社員生活22年のキャリアを積んだ後に42歳で、だから早くはないですね、起業開業としては。しかも自宅パン教室というめちゃめちゃバリバリの営業経験とか部長をした人が可愛らしくこじんまりと自宅パン教室で開業するというね、そういうあれなんで、私の場合にはコンサルになりたくて自宅開業をしているわけなんですけど、パン教室をまずやってからコンサルをしようと思いましたのでね、自宅起業開業っていうのはどういうハードルがあるのか、どういう手法を組んで集客をしていくべきなのか、自分が体験しないと教えられないよねって思ったん でしかも満席にして、経営も元の年収に戻すっていうこと、通常下がりますから大概教室事業とかってね、特に営業職なんかやってたもんですからね、そこから比べると落ちます。なのでそういう仕事としてちゃんとやろうって決めてスタートしているのが私の自宅教室の起業だったんですね。なので当時はですね、今ほど自宅教室の起業っていう選択する方多くなかったんですよ。多かったけど今ほど多くないです。ここ6、7、8年ぐらいでガーッと変わってきて増えてきたので、OL の方も実際に辞めて自分らしく生きるためにっていうことで自宅起業とか開業を目指す方も増えてきてるので、そんなところからいろいろ考えてみようかなと思ったのが今回のテーマです。でまずその1、サロン系職業ということで、いくつかありますね。ネイリスト、エスティティシャン、アロマセラピストとかですね。美しいものを扱いたい方多いし、趣味化しているもの、特にネイリストさんとかそもそも爪が好きだからということで、今回の私もこんな爪になってますけど、これは新刊の書籍の色とですね、色合わせをしたくてやってたりする色なんですけどね、ちょっとまだ手元に新刊来てませんが、こんな感じでこれの本を持った時に色合わせしたいということで、私はデザインを先に決めてからそれをオリジナルで大体ネイリストさんにお願いするタイプなので、それでやってるんですけど、女性ね、人気の職業です。エステティシャンとかもね、美を扱うセラピストとかアロマの人とか、でも多いんですよ。すごく多いんですよ。教室の開業も多いんですけど、この領域もめちゃめちゃ簡単に独立開業できてしまうのですごく多いです。ということは、その中で選んでもらうためにはどうしたらいいのかっていう、なかなか熾烈な感じにしていく、生き残るっていう意味から言うとですね、あれになっていくので、独り立ちする時にはすごい特徴をどういうふうにするのかとか、何かと掛け合わせながら、今ちょっと極端な話をします。ネイルサロンなのにパソコンが習えるとかねOL のためのとか分かんないですけど、あとネイルと占いをくっつけるとか、そういう2つぐらいのものがくっつくと集客しやすかったりしますけど、単純なものだとやっぱりね集めにくいかなっていう感覚あります。で2つ目ですね、自宅教室系職業、ここが私自身もそうだったし、私がコンサルするのに一番得意な領域ではあるんですけども、小資本で開業ですね。小資本でって言ってもやっぱり机買い替えましたしね、オーブンもガスオーブン入れましたしね、コネ板とかコネ機とか発酵機とか何やかんやか買ったら退職金のうち50万60万ぐらい使いましたけどね。小資本って言っても路面店を借りるとか
大きな機械を入れるっていうほどのリスクはないですけどね、そこそこお金がかかります。で、趣味や特技をね生かしたとこからスタートできるっていうのと、お子さんとかを面倒見ながらね起業しやすいから、起業初心者がトライしやすい職業の一個になりますね。で、まあ選ばれるポイントはですね、 SNS とかウェブ集客のアピールが上手かどうかっていうのが一つポイントにはなってくるので、今後はより一層の、まあ、差別化が必要になってくる領域になると思います。教室系もすごくいっぱいあります。いろんな系、料理、パン、お菓子教室ですね、まあ、こちらは結構人気、すごくいっぱいあります。すごくです、ものすごく数が増えている。だからちゃんと職業化して、ちゃんと収益化するにはなかなかしんどい、ビジネスモデルだなというふうに思いますね。あとピアノ、バイオリン、ギター、ドラム、フルート、音楽系です。ここもなかなか難しいでしょうね。はい、なんで子どもの習い事ってイメージが強かった領域ですけど、実は私今ちょっと今度出版記念パーティーをやる、まあ、余興って言い方変ですけど、前からちょっとトライしてみたかったサックスを習い始めてるんですよ。1月から3ヶ月じゃないや、1月だから 2ヶ月か。まあ大人の習い事ですね。最近ねそちらの方も増えてきてるし、私特に4月に吹きたいんですよ。そこそこかっこよく、そこのお尻が決まってるから、空いた時間とかもう時間をお金で買ってる感覚ですね。よし空いたみたいな、今日は先生予約取れるのかなって言ったら、それで予約ポンポンって入れるので、もともとの契約は月1万4000円ぐらいの契約なんですよ、2時間で。でだけど追加チケットって買うことができるんですよ。そうすると1月に2時間2時間とかやって入れると4時間入れるじゃないですか。そうするとそこで3万円とかだから1ヶ月に5万払っちゃう月もあるわけですよ、発表会間際になると。だからなんかね、実は子どもの習い事じゃない、やっぱ大人の習い事っていう観点から組むと音楽業界は割といいんじゃないかなって。こういう人がいるからです。忙しいけど習ってなんか発表したいっていう人は、自分で言うのもなんなんですけど、まあいいお客さんなんじゃないですかって思ったりしますけどね。そこそこ余裕がある状態で自分の仕事が回ってれば、楽器とかも、まあ、本気でやるつもりだったんでね、やっぱ10万くらいのポン買いますしね。だから子供の習い事よりもかけるお金を自分でかけられることできるんで悪くないなっていうふうに思ってますけどね、楽器は。はい、あとフレッシュフラワー、プリザーブドフラワー、いけばな教室、お花も女性に非常に人気の教室ですね。いろいろとあります。そのクーラーみたいなのも用意したりとか、まあ市場に買いに行って仕入れてとか、他の花教室と何を特徴の違いを出そうかとかね、何本ものなんで腐ってしまうっていうのがやはりネックですよね。埋まらなくても仕入れなきゃいけなかったりする場合には、構成とかの方が無駄はないんでしょうけどね。お花とかも非常に人気なんで、でも人気なだけにどう生き残っていくかっていうのも、まあ、大変だとですね。あとアイシング、シュガークラフト、クレイクラフトとか、この食べ物系の色移りが綺麗で SNS 映えをする、写真映えするっていうタイプのはどの道女子が好きな領域で、オリジナリティがあって個性があって先生自身に魅力がある方の教室の方がやっぱり人気が出ますね。このあたり、ここも非常に多い領域なので、生き残っていくためには特徴をしっかり打ち出さないと厳しそうだなっていう感覚です。ポーセラーツ、ステンシル、ソープ、カービング、陶芸、ガラス工芸、ステンドグラス教室とか、まあ、このあたりとかも、さっきのものほど教室は多くないですけど、まあ、その業界の中が狭いので、まあ、生徒さんの下手すると取り合いみたいな状態になってしまうので、個性を出していくっていうのはどのみち必要になってくると思うんですよね。だから、なんだろうな、職人になりがちな人が多い領域、アグルデコとかアクセサリー、ジュエリー、ビーズ教室もキラキラしてるもの女性は好きなので、ご本人が好きだから教えてるケースが非常に多いです。で、悪くないんです、全然 OK なんですけど、先生がすごく増えちゃったっていうところで、自分のオリジナリティどこで出していくか、このあたりはね多分大事になってくるところですね。はい、あとちょっと学び系のあれで言うと写真とかパソコン教室です。これも結構結局増えてきているので、その中でさらに自分は何を教えられるかって言って、あと人からですね、そのあたりが結構ポイントになってくるかなっていうふうに思ってます。パワーストーン、アロマストーンとかね、まあ、そういうスピリチュアル系の、まあ、もちろんそのセッションとかそういうものも
ヒーラーとかそういう人もこの領域に入ってくるのかもしれないですけどね。人柄ベースですね、この辺りの教室はおそらく、はい。あとファッションコーディネート、カラーコーディネート、カラーの先生、マナーの先生とかね、その辺りとかもなりたい人多いし、スチュワーデスさんからそっちに行く方も結構多いですよね、マナーとかなので。なのでその中でもじゃあ誰に教えるのかっていう特徴と特色がないと、なかなかお仕事の依頼が来ない。そしてそういう人たちは、おそらく法人と、ね、組んでいかれる方が、大きな仕事はできていくのかなっていうふうに思うので、個人だとですね、例えば1回のそのお買い物アテンドとかからコーディネートから診断3万5万って払っていくのは、やっぱり芸能人的な感覚っていうイメージが多分まだ一般人の方にはあると思うので、それだけのお金を払えるような職業の人と付き合いがないとなかなか食っていくっていう状態は厳しそうなんで、ライトなもちろんカラーの先生、マナーの先生いらっしゃいますけれどもね、少しそのあたりは絞り込んだ状態でやっていかないとなかなか職業化しないなっていう感覚があります。あとヨガ、ピラティス、ダンス、体を動かし物系ですね、これも教室の個性が必要になってきます。英会話とか語学教室もめちゃめちゃいっぱいありますので、ここも教室の個性、先生の人から占い、セラピスト、ヒーリング、心理カウンセラー、ここがですね、目に見えない領域なだけに、単価は高いところが多いんですけど、信じてもらってお客様がつくまでに時間がかかる職業ですねやってることは別に悪くはないんですけども、パンとかお菓子とかお料理って食べれるじゃないですか。だから例えば同じ1万円払っても習って食べてっていう、そのものがお腹に入るっていう、こう充足感があるんですけど、占いセラピスト、ヒーリング、心理カウンセラーのケースはその30分で1万円とか1時間で2万円とか、その払った金額とその心がどれぐらい軽くなったかっていう、そこが価値観で理解してもらえるかしてもらえないかっていうところになるので、売りにくい業種の一個だと思います。信じてもらえれば、あ、そのお金払ってももう本当に良かったですっていうケースになっていくことも多いと思うんですけどねなかなか難しい領域でもあったりします。はい。そして、ショップ系ですね、いろんなショップあります。オンラインショップと、あと本当の店舗と、あと店舗系ハンドメイドショップとかですね、いろいろあるんですけれども、まあその店舗はやはり店舗が必要になっちゃうんで、オンラインでまだいいかなと思うんですけどね。オンラインもですね、物販になるんですけど、メルカリとかでね売る方法とか、ヤフオクで売る方法とか、そこから始めたらいいと思うんですけど、自分のその後ろとして持った場合にはやはり広告費とかをかけながら認知させていかなくてはいけないっていうのがあるので、商品の仕入れの問題と、それか回転しく回転のとこですね、出ないと在庫が残ってしまったりするところがあるので、運営なかなかね難しいと思います。でただ自分の体とか時間の切り売りではないので、爆発的に売れる商品が探せたら、それがいっぱい売れることによって、体が何個あっても稼げない以上のお金が稼げるっていう、本気でやればですね、アマゾンパッとか、ちゃんと大量なものを倉庫をアマゾンに置いてガツガツ動かす、1000個2000個3000個っていう単位とかですね、仕入れももう中国から仕入れて OEM でこれに見本にしたものをちゃんと作ってやるとか、いろいろあるんですけど、そこを動かそうとすると資金結構100とか、ああなくなっちゃった場合によってはみたいなそこもチャレンジできるような人がそこまで大きくするならやった方がいいと思うので、副業ベースでスタートするんなら、メルカリ、ヤフオクとか、あのあたりで勘どころつかんでから、だん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 金額を大きくしていったらいいと思うので、独立開業ですぐにお金になるっていうのは難しいかなっていう感覚はしてます。何か基軸があって副業でやりながらだんだん大丈夫になったら本業と入れ替えっていうのが物販はおすすめかなっていうふうにね、思ったりとかしている次第です。でじゃあ初めての起業を成功させるポイントっていうのはどこにあるのかっていうと、まず明確な目標設定ですね。はい。で起業を趣味で行うっていう人はほとんどいないんですけど、事業計画を伺ってると趣味レベルの域を超えない人も結構多くてですね、
やはり何のための起業なのか、3年5年後は自分はどうしていたいのか、いつまでにいくら稼ぎたいのかっていう明確な目標とかプロセスがないと、3年ぐらいで頓挫するのが普通、場合によっては1年目でもうすでにいなくなるっていう方も結構多いのでですね、まあ、そこは考えていただく必要があるかなっていうのと、あとお客様像をしっかり決めるっていうことですね。大手の戦略っていうのはあまりこうしっかり決めすぎないで、そこそこは決めますよ。決めすぎないで万人にこう受けて買ってもらえるような商品ですね。例えばティッシュペーパーとか言うと、ティッシュペーパーが必要なシーンで万人に向けて、通常は売ってるじゃないですか。だけど例えば特殊な商品とかだと、鼻セレブとかいうのを、一時期花粉症で鼻かみすぎてもうここがカピカピになっちゃって痛い人のための、すごいなんかしっとり、ちょっと私も鼻セレブ買ったんですけど、すごいしっとりしたね、ティッシュが出て、1箱80円ぐらいなのが300円近いですからね。でもね、私買ったことあるんですよ。だからそういう機能とかに特化したものっていうのはまあ別として、通常はどういうお客様に売ってこうかなっていう感覚が必要です。で、特に教室ビジネスはめちゃめちゃコアな少ない人数でやっていくものですから、大手の戦略と全く一緒だと全然太刀打ちできないので、個性を出していくということは、誰と付き合いたいのかってお客様の像を絞るっていうところですね。で、3つ目、身の丈に合った規模からスタートする、大風呂敷を広げる必要はないということです。企業当初はね、何かと資金が出ていくので、店舗とかスタジオとかなるべく持たないでですね、まあやれるといいなと思っていて、家賃、光熱費とか集客ができないのに固定費がガンガン出ていくのは恐怖だと思いますよ。はい、プレッシャー想像以上に大きいと思います。私もパン教室からスタートして教室業のコンサルティングに転業してますけれども、スタジオを借りるかどうかというのを計算した時の損益分岐点ですね、月商80万円だったんですよ。80万円とかのできてるパン教室って結構少ないと思うんです。教室開業講座って言って、先生を教える先生の講座を持ってる人は別なんですけどね、単体の個人を教えてで80万ってなかなかハードルが高いですよ。だからね、ずっと一人で切り盛りをしてました。アシスタントっていうのも一瞬頭をよぎりましたけど、アシスタントさんのお給料まで賄えるほど稼げてるイメージがなかった。アシスタントさん抱えてスタジオ借りたら月商120は欲しかったんですよ。月商120のパン教室ってほとんど聞かないですね。ありますよ、あるんですけどね。だから事業形態はもともと全国規模にしたいからとか、伝承者を育てるからっていうビジョンと、集客のそれができる自信と内容があって、やっていく分にはスタジオを借りたりとかアシスタント雇ってもいいと思うんですけどね、まずは身の丈に合ったサイズからスタートするっていうのがいいかなというふうに思います。なのでまとめるとですね、まあ OL から転職した場合、どういうような職業選択があるのかということを書かせていただきましたけど、上記以外にもね、独立する道は本当にいっぱいあります。趣味や経験値を生かしたアイディアを練って、やりがいのある人生を作ることもできるし、ただお客様に喜ばれることっていう軸はどうしても外せないので、そこは考える必要がありますけれども、まあ女性だからこそできる仕事って結構いっぱいありますので、自由に人生を謳歌した楽しいお仕事ライフを見つけるためのご参考にしていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは。